昨日のゲームは9回2点タイムリーを打ちました。ピッチャーゴロになった。2塁を選択。2塁はと1塁へ。今宮の肩ダブルプレーを取れました。苦労はして、しましたけども、はい、ここは打ち取ってます。ショートゴロになりました。紅林ワンアウトです。はい、まあ非常に上がってから結果も出てますしね。なかなかホークもちょっと元気なかった。カーブから入ってきました。初球コスタファーストゴロだ。面白い当たりだ。グラブトス、ベースカバーに入ってアウト。飛び飛びになりますがヒットは打っています。今宮です。ゴロになりました。セカンドゴロです。山足踏ん張って一塁へ。低めの球をモヤがすくい上げました。これで2アウトになってます。ゴロになりました。セカンドゴロだ。三森一塁送球、遠いところから。これはナイスプレー。遠いところから送球もストライクでした。競争率は高いかもしれません、うん、ここはショートゴロ。深いところで中島はノーステップで一塁はアウトです。ここはバウンドしたボールもやはり回転うまく一塁へ。速いボールになりますが、ファーストライナーでした。ランナー戻ります。いい当たり捉えましたがね。いい、バッティングとしては完璧でした。まあ、こういうボールなんですね今日は特に、うん、この、まあ、今日スライダーが全く安定しないですよね。はい、ボールを選んで荻野の押し出しのフォアボールまでつながりました。あ、ここもやはりそこで、ね、キャッチャーに取らせる。一塁アウトで三者凡退とダメが知っているようです。ピッチャー返し、グラブに弾く。ここはラッキーでした。2塁送って1つアウト。2つ目は取れました。ダブルプレイ、ツーアウト、ランナーなくなりました。まあ、今落ち着いてね、国吉も勝利しましたよね。はい、だとかね。一、二塁間、しかし深いセカンド佐藤、ここはシフトに引っかかりました。セカンドゴロ、普通のシフトならというような、ね、センターの右への打球です。下がっていく、下がっていってフェンスの前を打ちました。最後はフェンスにぶつかりながらオコエ、よく取りました。ウーネンティンの当たり伸びていきました。あのね、上がった時にはヒヤッとしたかもしれませんが、若干高いボールだったので、はい、そこまで押し切れるかなっていう感じはあったんですよね。まあ、それが最後の人の身を変えた部分だと思うんです。センターです。センターが突っ込んできて追いつきます。センターの岸、よく追いつきました。ワンアウトです。高く上がった打球、キャッチャーを追いかけます。バックネットの前どうか、追いついたが炭谷が使いました。スリーアウトです。セカンドです。浅村バックハンド、今のあの浅村の取り方ですけれども、正面に入ろうと思えば正面に入れたと思うんですけれども、はい、セカンド浅村追いついて一塁、間に合いました。好プレイ。あの浅村の体幹の強さ、そうですね、はい、はい、難しいプレーだと思います。行きたいですよね。森2球目打ってセンター大声突っ込んできました。先ほどタイムリーを放った森、ここはセンターのサードを取れない。ショートがバックアップ、一塁間に合いました。サードが弾いたところ、はい、まあ、ショートの源田がよくカバーしました。源田の正面に行ったのがね、ピッチャー返しはショートです。源田がさばいてツーアウトになりました。ファーストが抑えます。フェアです。一塁キャンバスを踏んでセカンド、間に合いました。ダブルプレーです。ここは田中ダブルプレーで切り抜けました。さあラストボール、センターへの打球はセンターが下がっていって追いつきました。ショートの小深田、ショートバウンドよくすくい上げた。いやー、これファーストの鈴木大地がよく抑えました。そうですね、叩きつけたバッティングは
ファーストが出てきてタッチをしました。アウトです。バントしてきましたがファースト突っ込んできた。ナイスプレーですね。あの鈴木の大歓声よく突っ込んできました。鈴木大地最初出だしはあんまり良くないんですよ。でやった瞬間に上がった瞬間のダッシュはもう見事です。